皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、空間図形の4回目です。今回は立体の展開図についてお話します。立体を切り開いて平面上に広げた図、これが展開図です、ね、平面上に広げた図、これが展開図です。この動画では前半では三角柱と円柱の展開図、後半では正四角錐と円錐の展開図についてお話します。まず三角柱の展開図です。ここに三角柱の絵が描いてあります。底面の三角形、辺の長さ3センチ、4センチ、5センチ、こういう直角三角形、そしてこの三角柱の高さ6センチになっています。これを切り開いて平面上に置くとこんな形になります。この時側面ってここの部分ですよね、長方形になっています。この側面の縦の長さ、ここの部分、これはこの三角柱の高さに当たりますから、ここの部分6センチ、側面の縦は6センチ、こういうことが分かりますね。そしてじゃあ側面の横の長さ、側面の横の長さ、ここからここまでの長さですよね。この時底面となっている三角形の長さを見ます。この3センチの辺と重なるところはここの部分なんで、ここが3センチと、5センチと重なる辺の部分がここの部分なので、ここが5センチ、ですからここからここまでが横の長さで、3たす4たす5で12センチ、これが側面の横の長さになりますね。次は円柱の展開図です。円柱、底面の円半径4センチです。そして円柱の高さは8センチになっています。これを切り開いて平面上に、置くとこんな形になりますね。上と下に半径4センチの円があって、側面は長方形になっています。この側面長方形の縦の長さはここですけれど、これは円柱の高さと同じなので、これ8センチになります。側面の縦は8センチです。じゃあ側面の横の長さはどうでしょう。これを考えるとき、この横の長さの部分はどこと組み立てたとき、ね、合うんだろうと、こう考えてください。と側面の横の長さは底面の円の円周とぴったり合うはずですよね。ですからここの長さは底面となっている円の円周と同じということです。小学校ではこの円周というのは直径 ×3.14 とこんな風に習いましたね。この 3.14 のことを円周率と言ったんですけれど、中学校では数字の 3.14 は使いません。中学校で円周率はギリシャ文字のこの π という記号を使いますね。 π、 ご元気の元の上の棒がなくなっちゃった、そんな感じですね。ですから直径 ×π という計算をします。半径4センチですから直径は8センチですよね。ですから直径 8×π となって、文字式のルールでかけるは省いて 8π となるので、この横の長さは 8πcm、 側面の横は 8πcm と、このような長さになるんですね。では次は正四角錐、円錐、こちらの展開図に移ります。正四角錐の展開図について考えます。ここに正四角錐が書いてあります。見取り図ですね。これ底面は一辺が3センチの正方形になっていて、ここの頂点に向かう辺全ての長さ5センチになっています。これを展開図にするとこんな風になりました。ここではいろいろ書き方あるんですけれど、底面を真ん中にバ
ポンと持ってきて、そして側面をそれぞれ開いた形、こういう形で描いてみました。こんな形になりますね。この側面の形、下が底辺が3センチで残りの2辺が5センチという、全てこのサイズでできた同じ合同な二等辺三角形になっていますね。ですから4つの側面の形は合同な二等辺三角形、ね、二等辺三角形。そして底面の形は3センチという一辺の長さの正方形です。まあ、展開図いろいろ書き方があるので、皆さんは自分でちょっと工夫をして考えてみてください。次は円錐の展開図です。ここに円錐があります。母線の部分5センチです。で、底面の円の半径が3センチになっています。これを展開図にしたものはこちらです。ここの形覚えていますか？そうです、扇形ですよね。これ側面の形はもうちょっと順番違うんですけど、側面の形は扇形です。で、扇形のここの半径、これは母線の長さと同じなので5センチになります。そしてここに底面がくっついていますよね。底面の形円錐ですから、もちろん円ですね。これは円です。そしてこの扇形のこの部分、この長さはどうなるんでしょうか？これは先ほどの円柱、この円柱の側面の横の長さ、これを考えた時と同じように考えます。組み立てた時にどこの部分と合うんだろうか、どこの部分とぴったり合うんだろうか、こう考えると、ここの部分組み立てるとこれ底面の円とぴったり合うんですよね。ですからここの長さっていうのは底面の円の円周と同じということですね。扇形のこの長さは底面の円の円周と同じと。円の円周は直径 ×3.14 でしたけれど、中学になると 3.14 を使わないで記号を使いましたね。そうです、 π です。直径 ×π、 半径3センチですから直径は6センチ、 6×π となるので、ここのこの長さは 6π センチと、このように計算できるわけです。今回は立体の展開図についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。